尖閣侵入に対してついにアメリカが動き出すことになったようで、中国に対して侵入をやめるように要求したみたい。さすがの米国も中国のやりすぎな行為を見逃さないってわけだな。中国は世界的に民族弾圧について批判を浴びているし、尖閣侵入も言うまでもないぜ。今回はそんな尖閣侵入に関して米国に動きがあった件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。昨年2020年に引き続き、尖閣諸島近海での中国公船の活動は増加する一方だけど、特に2021年2月20日、21日の両日は領海へ侵入するなどの横暴な行動に政府内では危機感が募っているよ。この2日間にこうした行動に及んだのは中国海警局所属の艦艇2隻で、日本の民間漁船を追尾するような形で日本の領海内に侵入するという行為を意図的に引き起こしたと見られるんだ。追いかけられた漁業者の気持ちを想像すると腹立たしくなるよな。中国政府は自国の海警局に関する法改正を2月1日から施行させたよ。内容は、自分たちが必要と認めた場合、海警局職員が個人的に携帯している重火器や艦艇に装備された兵装等の武器使用のハードルを合法化させたってわけ。中国は個人的に重火器を所持してもいいってわけだな。この改正によって、従来より容易に武器使用に訴えてくる可能性が増加したことは確かで、また3年前の2017年には中国海警局が軍事警察の管轄下に入ったことも相まって、これまで以上の強硬な姿勢が予期される嫌な状況になってしまったんだ。2020年11月、来日していた中国の王国務委員兼外相は日本の茂木外相の目前で尖閣諸島周辺海域に日本が侵入するから、我々はやむなく対応していると発言したよ。王氏の発言内容もだが、問題となったのは反論しなかった茂木外相だな。彼に対して批判の声が殺到したらしい。外務省側の見解では、この時の王外相と茂木外相との記者会見では、双方が自国の見解を主張する場だったので、議論の場ではなかったということみたい。しかし目の前で日本の政策を完全に否定する発言をした王外相に反論もせず、言われっぱなしだったのは、その主張を認めたも同じことではないか。しかも茂木外相は中国語で謝意を示したということにも非難が集中したぜ。このような尖閣諸島をめぐる中国側の強硬な姿勢は、今回の日本漁船を追尾して領海へ侵入した事実でも明らかだし、政治上からも現場運用からも厳しくなっていることは間違いようのない事実と言えるね。2021年2月8日の中国外務省の王副報道局長の記者会見では、中国海警局所属艦艇は尖閣諸島海域で法に基づく正当な措置を講じていると述べた上で、先の海警法改正を盾にその行いを正当化しているみたい。言うまでもなく、この海警法は中国の国内法だから、国際的には通用しないぜ。その上で尖閣諸島は中国固有の領土という従来の見解を示し、本来中国の領土であった尖閣諸島は日清戦争の結果、台湾と共に日本に奪われたという中国政府の持論を改めて展開したな。日清戦争は1894年明治27年に起こった日本と中国当時は清との間の戦争で、この戦いに勝利した日本は一気に近代化を進め、西洋に仲間入りしたと勘違いする要因の一つにもなったよ。21世紀の今、100年以上前の戦争を持ち出されてもって感じだな。それを言うなら、太平洋戦争後にロシアが占領し、現在も支配し続けている北方領土はどうなるんだろうな。そして中国も、清の時代にロシア帝国に奪われた領土もあるはずだが。さて、中国が執拗に尖閣諸島の支配権を盾に海域侵入を繰り返しているという状況下でアメリカに動きがあったみたい。国防防総省のカービー報道官が、2月24日の記者会見で、尖閣諸島に日本の主権があると認めた上で、中国の行動を非難する旨の発言を発表したんだ。日本を援護してくれたように見えたので、さすがは同盟国だと喜んだ日本人も多かったはずだぜ。しかしそれからわずか2日後の26日、報道官はその発言の誤りを謝罪し、
日米安保条約に基づいた尖閣諸島を含む日本の防衛にはこれまでと同様、アメリカが関与すると述べるだけに発言を修正したな。このカービー報道官の発言の修正は、アメリカ政府としては従来通り、尖閣諸島における日本の施設権は容認するものの、主権の存在についてはその限りではないという、どっちつかずの玉虫色の内容ということになるね。主権争いにはアメリカは介入しない、つまり中国側には立たないが、日本側に立つつもりもないということなんだろうな。アメリカは当てにならない同盟国だぜ。日本は言うがままに兵器を購入したり、思いやり予算と称して毎年毎年巨額の経費を在日米軍に貢いでいるというのにね。2021年、アメリカは民主党のバイデン新政権に移行したよ。それでも、尖閣諸島の防衛にはこれまで通り、アメリカの後押しが期待できると日本は考えてきたんだろうけど、その頼りなさが分かったようだね。アメリカ一筋というのは危険だと政府関係者も理解してくれたと思いたいよな。前述のカービー報道官の修正発言を額面通りに受け取れば、アメリカが認めているのは日本が尖閣諸島に持っているのは施設権だけで、主権までは認めていない状態ということだからね。この方針をアメリカは堅持すると、あえて政治的に示したということは、万が一、中国と日本の間で尖閣諸島の主権をめぐる武力衝突が発生したとしても、アメリカが日本へ軍事的に支援をしてくれると当てにするのは甘すぎると考えるべきだよ。今まで貢いだ金はドブに捨てただけということにもなりかねないということだな。日本政府はこうしたアメリカの動きと前後して25日に日本の領土に上陸する目的で他国の軍艦などの艦艇が領海に侵入してきた場合、対峙する海上保安庁が対抗措置を取れるという考えを公表したよ。これは現行の海上保安庁法での海上保安艦の武器使用を明確化しようとする動きだけど、尖閣諸島海域における中国公船への対応が念頭にあるということは言うまでもないよね。海上保安庁法では海上保安官が対峙する相手に対して、重火器を使って危害を加える行動を危害射撃と定義しているけど、昨今の世界情勢を考慮した上で実効的な解釈に踏み込もうとするものと思われるんだ。海上保安庁法は大枠において、海上保安官が犯人の逮捕を行う場合や、その逃走を阻止する目的での武器使用を認めているよ。つまり警察権限の一部として職務執行上の範囲に含んでいるわけだな。しかし被害射撃に限定した場合は、まず正当防衛であること相手が先に攻撃してきた。次に非常に凶悪な犯人殺人犯とかを逮捕する場合だけ行うことができるという条件があるぜ。つまり、その解釈によって是非が問われることにもなるわけで、今回日本政府が示している見解だが、具体的には中国側が上陸目的で尖閣諸島へ艦艇による領海侵犯を行うことは、非常に凶悪な犯人を逮捕することに当たるとみなすことを意味しているわけだ。つまり、中国艦艇が尖閣諸島に接近し、日本側の退去勧告を無視してなおも接近を続けた場合、上陸目的と判断してもよし、ということと考えられるよね。さらに海上保安庁による対応が困難と判断され、海上自衛隊に対して海上警備行動が発令された場合にも同じく危害射撃を認めるとしていて、抑止力として対応をより強化しようという解釈と言えるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2024年1月25日、防衛省は陸上自衛隊の重要装備品において、旧式化しつつある旧6式走輪装甲兵員輸送車の後継となる次期走輪装甲車として、これまで発表されていたフィンランドのパトリシア製の走輪装甲車 AMV に加えて、三菱重工業が設計開発した共通戦術走輪車を合わせて選定し、それらを量産して取得した上で、各部隊に配備する方針が決定されたことを示したよ。この共通戦術走輪車とは、現在陸上自衛隊への配備が進められている走輪8輪の、16式機動戦闘車の車体をベースとする走輪装甲車ファミリーの呼び名で、機動戦闘車としての機能の他に、歩兵戦闘車型、機動迫撃砲型、
偵察戦闘型の開発が進められているぜ。今回はそんな陸上自衛隊の共通戦術装輪車の選定が決定した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。当初、共通戦術装輪車の開発について防衛省は、2018年1月に三菱重工業との間で共通戦術装輪車システム設計 A の開発契約を結び、2018年2月には小松製作所とも共通戦術装輪車システム設計 B の開発契約が結ばれていたが、2017年12月26日に共通戦術装輪車システム設計 B の契約を結んでいた小松製作所と防衛省は、試作車の防弾板などでの不具合を理由として開発完了予定時期を2021年以降に延期することを発表した後、2018年6月2日には開発計画が白紙になったと発表されて、7月27日に、正式に装輪装甲車会とも呼ばれた共通戦術装輪車システム設計 B 開発事業の中止が発表されたんだ。そのため98式装輪装甲車の後釜には装甲装輪車会と比較検討されていた、フィンランド製のパトリア AMV が、比較運用試験において三菱製の試作車両よりも優れた性能を示したとして採用が決定され、2023年度防衛予算に次期装甲車の取得費用として26両分136億円が計上されていることから、日本国内の企業によるライセンス生産の道筋も示されていたみたい。2023年8月31日には防衛装備庁が、プロジェクト管理装備品等の現状において、装輪装甲車 AMV の取得数量を派生型も含めて810両を調達することと、その1両あたりの運用期間が20年とされることを発表したよ。そして、2023年9月1日にパトリア社から、日本製鋼所との間でパトリア AMVXP のライセンス生産契約を締結したことが発表され、同社では防衛省を通して陸上自衛隊に最新の装甲車両を納入するために、日本製鋼所と強力なチームを結成するとの意気込みを示していたな。パトリア AMVXP は基本型の AMV の改良型で、AMV とはアーモアードモダラービークル装甲モジュラー車両の略称となっているぜ。1995年に、それまでフィンランド軍で運用されていた、6輪の装甲兵員輸送車 XA180 の後継車両として開発が開始され、当初は6輪式と8輪式に加えて10輪式の車両も試作されたんだけど、あと20輪式は製作が中止されて、AMV は8輪タイプが主流となったね。車体の防御力は高く、TNT 火薬 10kg までの爆発力に耐えられるほど、地雷や IED 足跡爆発装置に対する防御能力に優れている他に、車両前面の装甲は、口径 30mm までであれば戦車などの装甲を貫くために開発された双弾筒付き翼安定鉄鋼弾 APFSDS の直撃に耐えることが可能とされているよ。そして、乗員3名の他に、車体後部の向かい合わせの座席が設置されている兵員室22名が搭乗することができ、これは96式装輪装甲兵員輸送車の乗員2名と兵員8名よりも多いぜ。また、機動力が高く、不整地走行における速度と登坂力のみならず、乗員の乗り心地までも高いレベルで両立させているため、兵員の疲労が少ないとされているな。さらには、車体後部の左右に水上航行時用のスクリューを1機ずつ備えており、最大時速 10km の水上航行性能も有しているらしい。そしてこの AMV の最大の特徴は、車体がモジュラー構造で設計されていることにあり、各種の砲塔並走センサー通信システムなどを必要に応じて組み合わせて運用することが可能とされ、これによってほぼ同一の車体構造とパワーパックを搭載する装甲兵員輸送車歩兵戦闘車式通信車、装甲救急車戦車駆逐車自走迫撃砲機動砲車両などの派生型を簡単に製造することが可能なことにあるんだ。このことはこれらの様々な軍用車両の製造のコストダウンにつながるほか、整備性の向上にもつながり、戦場における稼働率の向上にも貢献するとされているね。今回発表された共通戦術装輪車はこのパトリシア AMV の構想を参考にしたとされ、
すでに実用化され配備が開始されている一6式機動戦闘車をベースに各種車両の開発が進められていて、52口径の 105mm ライフル砲を持つ歩兵の戦闘支援用の戦車とも言える一6式機動戦闘車とともに運用されることになるというよ。この共通戦術装輪車の車両として開発が進められているのは、歩兵戦闘車型機動迫撃砲型偵察戦闘車型の3種の装甲車両だね。歩兵戦闘車型は、8輪の装輪式歩兵戦闘車として運用され、乗員3名が車長砲手操縦手によって運用される他に兵員8名が乗車でき、搭載されている武装はマーク、44-30mm 機関砲とマーク、52-7.62mm チェーンガンだぜ。機動迫撃砲型は、車長操縦手照準手砲手弾薬手の5名が乗車する装輪タイプの自走迫撃砲として運用され、車両後部には 2R2M 迫撃砲を搭載しているな。この 2R2M 迫撃砲とは、フランスのタレス社が開発製造した車両搭載型のライフル付き 120mm 重迫撃砲で、アメリカ海兵隊ではこれをさらに発展させたドラゴンファイアと呼ばれる、すべてにおいて自動化された重迫撃砲システムを運用しているらしい。そして偵察戦闘車型は、車長砲手操縦手監視員接行員の5名によって運用され、武装は歩兵戦闘車型と同じマーク、44-30mm 機関砲とマーク、52-7.62mm チェーンガンで、歩兵戦闘車型では兵員を搭乗させる車体後部に、カメラが搭載された監視装置や衛星通信アンテナなどが装備され、陸上自衛隊が現在運用している87式偵察警戒車の後継車両的な扱いになるのではないかと見られているね。防衛省ではこの共通戦術装輪車をその機動性能や火力などについて評価した上で、一6式機動戦闘車が配備されている即応機動連隊及び偵察戦闘大隊への配備を見込んでいるというんだ。即応機動連隊とは25代以降平成26年度以降における防衛計画の大綱によって新編された連隊で、機動師団機動旅団の霊下部隊として2018年3月27日平成29年度末から編成が開始され、現在は6個連隊が編成されて配備されているね。これまでの連隊は普通科など単一の職種で構成される最大の部隊単位であったが、即応機動連隊は一6式機動戦闘車をはじめとする装輪装甲車などを保有することで、機動力と非輸送性が高められた諸職種部隊でありパッケージ化されていて、有事の際などに必要に応じて諸職種部隊となる普通科部隊とは異なり、平時から諸職種部隊で編成されているため有事の即応性が高いぜ。また、機動迫撃砲型の同じく量産単価は約 8.6 億円とされ、そのライフサイクルコストを約1529億円で計上しており、約100両を取得するようだな。メディアや軍事専門家の中には、同様のコンセプトを持つ2種の装輪装甲車を採用することに対して、共通戦術装輪車に対してさらにコストがかかる AMV の採用は取りやめるべきとの批判的な意見を述べる人もいるよね。しかしながら、共通戦術装輪車は2024年度平成6年度防衛予算で歩兵戦闘車型24両及び、機動迫撃砲型8両の調達を予定しているに過ぎず、まだ量産化されていないことから6個の即応機動連隊への配備が完了するまでには時間がかかり、それでは相応機動連隊が有事の際に役に立たないよな。そのために、すでに量産化され数年で800両以上の調達が可能な AMV をひとまず運用しておきながら、共通戦術装輪車の保有数を増やしていくのは合理的であり、三菱重工業など国内の防衛産業を維持成長させておくことは国防上の最重要課題であり、そのためにも防衛装備品の国産化と、兵器における最新技術を学べるライセンス生産を並行させていくことも必要だろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。オーストラリア政府は2023年2月に、同国海軍に対してこの先の10年間に350億アメリカドル約5兆2500億円もの、予算をかけて戦力の増強を図る計画であることを明らかにしたね。
世界の状況を見る限りでは軍備増強は優先事項だよな。そうだね。さて今回はそんなオーストラリアの海軍戦力増強について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。オーストラリアのリチャード・マールズ副首相兼国防相が2024年2月20日に述べたところによると、この増強計画によって同国海軍の規模は10年後に2倍以上になるとしていて、新しい汎用フリゲート艦を11隻建造するとともに、現時点で保有しているオーストラリア海軍のイージス艦とされるホバート級ミサイル駆逐艦3隻とハンター級フリゲート6隻ついても改修を実施して、その攻撃及び対戦能力などの強化も図るとされているよ。ホバート級ミサイル駆逐艦は、スペイン海軍のアルバロデバ3級をベースに設計を修正した派生型とも言えるミサイル駆逐艦で、満載排水量7000トン全長 146.7 メートル最大幅 18.6 メートル喫水 7.2 メートルの大きさで、イージス艦としてはアメリカのアーレイバーク級ミサイル駆逐艦や海上自衛隊のマヤカタ護衛艦などと比べて一回り小さいんだ。オーストラリア海軍では1番艦ホバート、2番艦ブリスベン、3番艦シドニーの3隻が就役しているね。兵装は62口径 127mm 単装砲1機 20mm 潮椅子1機艦対艦ミサイルハープーン4連装発射筒2機のほか、艦隊防空を担うイージス艦の主兵装とも言えるんく。41垂直発射システム VLS は48セルで、マヤカタ護衛艦やアーレイバーク級ミサイル駆逐艦が96セル搭載されているのと比べればその半分なんだって。しかし、ホバート級イージス艦の武器システム AWS のセンサーには、アメリカが開発してマヤカタ護衛艦にも搭載されている ANSPY-1DV が使用されていて、ベースライン 7.1 の AWS は戦術データリンクとしてリンク11及び16に対応しており、さらにアメリカ海軍が策定した戦闘コンセプトである共同抗戦能力 CEC 対応のために、CETPS コーペラティブエンガジェメントトランスミッションプロセシングセットとして ANUSG2A も搭載されているぜ。また、ハンター級フリゲートはオーストラリア国防省の SEA5000 計画に則り、イギリス海軍の26型フリゲートをベースとして発展させたイージス艦で、現在1番艦ハンターの建造が開始されていて2028年に就役する予定だな。フリゲートに分類されているものの、満載排水量8800トン全長 149.9 メートル幅 20.8 メートル喫水 6.0 メートルとホバート級駆逐艦より大きく、兵装も62口径 127mm 単装砲1機 20mm 潮椅子2機 30mm 単装機関砲2機。なお、オーストラリア政府は当初このハンター級フリゲート建造計画を旧跡としていたが、2024年2月21日にオーストラリアのアルバニージー政権が今回の計画の一環として6隻に減らすことを決定したぜ。今回発表された計画ではこれまで予定されていた現用のアンザック級フリゲート10隻のアップグレードが中止され、ホバート級駆逐艦とハンター級フリゲート9隻に加えて11隻の汎用フリゲートを建造して、アラフラ級哨戒艦6隻も含めて10年後には水上戦闘艦26隻の体制にするとしていて、第二次世界大戦以降ではオーストラリア海軍の規模は最大となるよ。オーストラリアがここまで海上戦力を強化する理由としては、ウクライナを侵略中のロシアのように、軍事力によって他国の主権を侵害する言動を見せている中国が、空母建造などによって海軍を概要型へ変貌させ、オーストラリア周辺の太平洋にまで進出して当初諸国を海中に取り込もうとしていることが、オーストラリアにとって大きな脅威となりつつあることが挙げられているね。オーストラリア国防省では、新たに導入される11隻の汎用フリゲートを西側各国で現用されているフリゲートから選定するとして、ドイツ海軍の MEKOA-209、スペイン海軍のアルファ3009、韓国海軍のテグ級、そして海上自衛隊が現在配備を進めているモガミ型などを候補として検討していることが明らかにされているみたい。また、計画の中には有人運用も可能な大型無人艦の導入も含まれていて、
乗組員の有無に関係なしに有人水上戦闘艦と行動を共にできる大型水上艦 LOSV6 隻の建造が盛り込まれているぜ。この LOSV は垂直発射装置 VLS を32セル搭載するとされ、計画報告書の中では運用についてはアメリカ海軍のプログラムに沿うとされていることから、アメリカ海軍がゴーストフリート幽霊艦隊として配備を進めている無人水上艦隊 USVDIV の所属艦として、開発が進められている無人水上艦 USV が導入されるのではないかとの見方が広がっているらしい。この USV であるレンジャーは自立航行にて太平洋を横断し、2023年9月21日にアメリカ海軍横須賀基地において公開されたが、もともとは海上の石油掘削用リグなどに物資や人員を輸送するための高速輸送船として建造された小型船であったものを、アメリカ海軍が購入して無人での運用が可能となるように必要な改造を施して、2018年に収益させて2022年に新設された第一無人水上艦隊 USVDIV-1 へ配備していたな。USVDIV-1 はカリフォルニア州に本拠を置き、無人水上艇の中の大型無人水上艦 LUSV と中型無人水上艦 MDUSV とが配備されていて、レンジャーを含めたこれらの USV と有人の艦艇とで艦隊を構成する場合、いかに統合して運用するのが有用であるかを試験して評価することが任務だね。2023年時点で、USDIV-1 にはレンジャーを含む LUSV が4隻、MDUSV が2隻配備されていて、幽霊艦隊と呼ばれているよ。横須賀に寄港したレンジャーは同じ LUSV のマリナーと行動を共にしていて、2023年8月から実施されている統合戦闘課題 23.2 IBP-232 と呼ばれる運用試験のために横須賀基地に寄港したもので、IBP とは無人水上艦の運用に関するコンセプトなどを作成するため実施されていて、これまでにも2回実施されていたんだ。今回の横須賀寄港に先立って、レンジャー及びマリナーはアメリカ海軍と海兵隊が共同で実施した。大規模演習2023レイジスケールエクササイズ2023に参加しており、東太平洋において原子力空母カール・ビンソンを中心とする第一空母打撃群と共に行動していたとみられ、演習後は無人のまま自立航行によって国際日付変更線を越えて第7艦隊の担当エリア内に入り、沖縄に配備されている第3海兵遠征軍や第7艦隊の第76任務部隊、第15駆逐戦隊などとの連携が図られ、ISR 情報監視偵察において USV の能力が実証され有用性が確認されたみたい。日本と同様に四面を海に囲まれ強大な海岸線を持つオーストラリアは、海軍においてこれもまた日本と同様に人員不足に陥っているため、このアメリカ海軍の幽霊艦隊に大きな興味を持っていると伝えられているが、この無人水上艦の運用については日本にとっても有用となる可能性が高いとの見方が広がっているな。オーストラリア海軍における人員不足は深刻で、新規に導入する汎用フリゲートついて、水上艦の増強については乗組員の規模の合理化と省力化の技術によって、人員の増加を最小限に止めなければならないと述べており、現在運用しているアンザック級フリゲートの乗員数約160名を超えないことが求められているとされ、アンザック級とベースが同じドイツ海軍の MEKOA200 の乗員数は同程度と見られているぜ。また、スペイン海軍のアルファ3000や韓国海軍のテグ級もその乗員数は最上方の約90名よりもはるかに多いと見られることから、4艦種の中では最上方が有利ではないかとする声が多いらしい。これら水上艦船が予定通り建造されることで、米英豪の安全保障協力の枠組み、オーカスの下で調達予定の原子力潜水艦とともに、オーストラリア海軍の戦力増強に大きく貢献することになるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。